どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では北関東ブロックの群馬、栃木、茨城の2020年度の問81から問90までの過去問の解説を始めていきたいと思います。はい、過去問については下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用ください。はい、それでは早速始めていきましょう。問81番です。はい、こちら第3章のところですね。胃に、作用する薬に関する、次の記述のうち正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちらは4番が正解となります。まず A なんですけど、生産成分は中和反応によって胃酸の働きを強めるではなく、こちら胃酸の働きを弱める働きがありましたよね。はい、ということで、生産成分、私たちの胃の中は酸性、になっております。そして、中和反応によってということなんで、生産成分はこれは、アルカリ性の、成分、塩基性の成分になりますので、そんな胃酸の働きを弱めていく働きがあるのが、この生産成分だったと思います。はい、それから、B は正解。そして C、センブリですね。センブリ、結構苦いんですよ、これね。で、センブリがですね、配合された、酸剤は、味や香りが、強いため、ね。そして、オブラードで包んで服用することが適当であるようとなっておりますけど、こちら、オブラードで包んでしまいますと、今この味や香りとなってますね。味、香りがほとんどなくなってしまいます。で、そのような匂いとかもですね、例えば、鼻腔粘膜から、その成分の吸収をしていったりもしますので、そういった、ところからも効能効果が出てきますから、なので、オブラードで包んでしまいますと、その効能効果が減弱してしまう恐れがありますので、好ましくありません。ということで、C は誤り、そして D は正解。なので、4番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問い82番です。検疫薬を目的とした、生薬成分に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。 A、B は正解ですね。そして C、 ゲンチアナはクマ科のヒグマ、ヒグマ、クマ科と言っていますよね。動物の胆汁を乾燥したものを起源とするという書いてありますね。はい、で、苦味による権威作用を期待してというところではこれ違いますね。こちらに書いてみました。ゲンチアナは、林道科のゲンチアナの根、および、根茎を用いていきます。なので、根っこの部分使っていくんですね。根茎っていうのは、根のような形をしたものが、肥大化、要は茎が大きくなった部分ですね。で、根っこで地中に埋まっているものを根茎って言ったりするんですが、そういったものが、こちらですね、ゲンチアナになります。なので、こちら、クマ科のヒグマの胆汁を乾燥させたものというのは、これは U ターンになりますよね。U ターンいいでしょうか。ここよく引っかかりますので十分に気をつけていきましょう。はい、ということで C は誤り。そして D、槍術は、みかん科の温州みかんのじゃないですね。はい、みかん科の温州みかんはこれは陳皮の記述になっちゃいますので、槍術もこちらに書いてみました。菊科の細葉オケラなど、またはそれらの、雑種の、根茎を起源としていきますよとなっておりますので、はい、こちら槍術は、菊科の細葉オケラのね、根っことかを使っていきますから、はい、ということでそういった意味では、こちら D も誤りですよね。はい、大丈夫でしょうか。ということで、問い82は答えは3番となりました。はい、では次行きましょう。問い83番です。飛沫腫に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。A、B、C、正解です。大丈夫でしょうか。飛沫腫ですね。大丈夫ですかね。それから小腸でリパーズの働き、大丈夫でしょうかね。そして、授乳中の方ですね。乳児中に移行してしまいまして、乳児に下痢を起こしちゃいます。大丈夫でしょうか。はい、そして D です。射撃作用は弱いので、いや、違います。これ強いんですよ。飛沫腫はものすごく強かったです。はい、なので、妊婦さんもですね、使用はこれは、ね、控えていただきたいなと思いますので、D は誤り。ということで、1番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問い84番です。胃腸鎮痛鎮経薬に含まれている成分に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。A、ブチルスコポラミンは、交感神経の伝達物質であるアドレナリンと受容体の反応を、妨げることで、
鎮痛、鎮痙作用を示しますよ、となっておりますね。はい、ここ、違いますね。ブチルスコポラミン、これも前のホワイトボードにちょっと書いてみました。ブチルスコポラミンというのは、抗コリン成分ですよね。そう。抗コリン成分というのは、副交感神経を、そうですよね。副交感神経を、抑制していく働きがあるのが、抗コリン成分でしたよね。だから今回ここでは、交感神経とかって言ってると違いますよね。副交感神経です。で、その副交感神経の伝達物質に関しては、これは何でしたっけ？アドレナリンではなく、アセチルコリンでしたね。はい。ちょっとごめんなさいね、ちっちゃくて。アセチルコリンになります。あ、こっちに書きます？アセチルコリンですね。はい、なので、そんなところでは、副交感神経の神経伝達物質がアセチルコリンだったな。交感神経の神経伝達物質は、ノルアドレナリンとなりますので、このあたりは第2章のところで出てくる範囲となりますので、しっかりそこでまた改めて確認していきましょう。はい、ということで、A は誤り。それから B、ロートエキスは、により母乳が出にくくなることありますよ。B 正解です。そして C です。パパベリンです。パパベリンは、消化管の平滑筋に直接働いて、胃腸の痙攣を鎮める作用を示すほか、胃液分泌を抑える作用により、胸焼けとか、そういったところにも効果ありますよ。違いますよね。そう。後半が違います。胃液分泌を抑える作用はございません。はい。何かというと、パパベリンというのは、これは、抗コリン成分ではないですよね。そう。なので、この胃液分泌を抑える作用というのは、この後半のところの文章は、抗コリン成分の働きになってしまいますので、なので、C は誤りとなります。大丈夫でしょうか。はい、そして D は援護策ですね。こちらは正解と、なりますので、はい、5番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問い85番です。肝腸薬に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。はい、まず A なんですけど、ビサコジル。ですね。これは直腸内で徐々に分解して炭酸ガスなどの気泡が発生してそれが刺激をしますよと書いてありますけど、それ違いますよね。炭酸ガスシュワ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 って出していくのは、それはそう炭酸水素ナトリウムでした。なので記述は炭酸水素ナトリウムの記述ですね。いわゆる重曹ってやつですよ。はい。なので、ビサゴジルに関しては、例えば直腸とか、結腸を刺激して、そして、糞便の、傘とかをですね、増していく。そんなようなね、働きとかがありますので、なので、A は誤りとなります。そして、B、C、D は正解なので、3番が正解となりました。はい。では次、問い86番です。苦中成分に関する次の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれかということで、はい。こちら答えは、1番が正解となります。A、B 正解。そして C、ピペラジンはアセチルコリン伝達を更新させて、更新というのはガン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 ね、促進するというようなイメージ捉えていただければいいと思います。更新させて、凝集の呼吸や栄養分の代謝を抑えて殺虫作用を示しますよとなりますけど、ピペラジン、アセチルコリンの伝達を更新ではなく、これは抑制、妨げていく働きがありましたから、はい。なので C は誤りです。ということでいいですかね。そして D、パモさん、ピルミニウムに関しては、そうですね、赤く着色しますよ、というところになりますので、押さえておきましょう。はい。ということで、答えは1番が正解でした。あ、ちなみに色なんですけど、サントニンも色つきますよね。視界とかがなんか何色になりますよ、とかっていうのありましたね。はい。なので、これは黄色になりますから、なので、色つながりではね、サントニンは黄色、パモさん、ピルミニウムは赤、とかっていう感じで押さえていただくといいかなと思います。はい。ということで、よろしいでしょうか。では次行きましょう。問い87番です。次の漢方処方のうち、胃の不調を改善する目的で用いられるものの正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。まず1番、チョレイ糖やリュウタン、シャカン糖に関しては、これは泌尿器系のトラブルに使っていくような漢方処方でしたよね。なので、なんか排尿痛とかあるようなね、そういったものに使っていきましたよね。そう。それから、3番の五社腎気丸、八味地黄丸、それから六味丸、このあたりは、いわゆる東洋医学の腎ですね。腎のところにトラブルがある方ね、すごくね、こう疲れてしまって、というところだったりとか、あとは、何ですかね、
体が冷えてとか、あとはむくんでとか、そういったタイプにね、使っていくのが3番の五射神経眼、八味上眼、六味眼というものだったと思います。はい、それから4番の鼠径滑血湯や、それから腸湯散、このあたりは痛みのトラブルに使っていく漢方処方でしたね。はい、ということで2番の安中散、人参湯、立君子湯、あとは他には平胃散というやつもありましたので、それも合わせて押さえておきましょう。はい、よろしいでしょうか。平胃散ね、平胃散です。平胃散違います。この3じゃないですね。平胃散ですね。はい、では大丈夫だったでしょうか。はい、では、次行きましょう。今度は問い88番です。地の薬およびその成分に関する次の記述の正語について、正しい組み合わせはどれかというところなんですけど、はい、こちらは答え、全部正解の4番が正解となります。はい、ということで、リドカインとか、それから、クロタミトンとかラントインとかがそれぞれどんな成分なのか、このあたりもですね、何の成分なのかわからないとできないので、ぜひぜひここはね、しっかりと一個ずつ覚えていきましょう。結構大変ですけどね。はい、では、でも、リドカインとか、クロタミトンとかラントインとか、よく出てくる成分ですので、このあたりね、しっかりと、いいでしょうか。押さえていただきたいと思います。ちなみにクロタミトンに関しては、局所刺激成分。これは、温感、ね、温めるような働きがありましたよね。はい、ということでそんなところで、押さえていただきたいと思います。はい、では次、問い89番です。泌尿器用薬に含まれている成分のうち、利尿作用のうち他、尿路の殺菌消毒効果を期待して用いられる生薬成分はどれでしょうかということで、はい、こちら答えは4番が正解となりました。そうですね。木通、双白皮、酸嫌い、上苦し、これすべて、利尿作用があるようなものです。で、その中で、この上漆が、殺菌作用もありましたので、ぜひプラスアルファ押さえておきましょう。はい。では次行きましょう。問い90番です。眼科用薬に含まれる成分と、その主な、配合目的に関する次の組み合わせのうち、正しいものはどれでしょうかということで、はい。こちら答えは3番が正解となります。はい、大丈夫でしょうか。で、1番、スルファメトキサゾールに関しては前にちょっと書かせていただきました。スルファメトキサゾール。なんとかスルフィ、なんとかスルファとついているサルファ剤は抗菌成分でしたよね。はい、ということで、ここの目の調節機能を改善するというのは違いますよね。はい、それからポリビニルアルコールですね。これはヒスタミンの遊離を抑えるではなく、ポリビニルアルコールとかは例えば乾燥性剤とかそういうような働きがある成分でした。はい、それから4番の砲酸です。砲酸に関してはこれは炎症を生じた、眼、目の粘膜のですね、組織の修復を促すではありません。抗酸は、これは防腐剤として使っていくものでしたので、なので、このあたりですね、しっかりと押さえておきましょう。特に、このあたり、眼科用薬っていうのはいろんな成分、それからあと地の薬もいろんな成分が出てきますので、しっかりと、成分、他のところができてるかどうか、要は他と関連するような成分たくさんありますので、ぜひぜひこのあたりしっかりと押さえておいていただきたいと思います。はい、ということで、今日はこのあたりで終わりにしていきたいと思いますけど、ここまで動画いいなと思っていただいた方は、ぜひぜひ、下にですね、LINE アットの登録などもしておりますので、そこでご質問などお受けしておりますので、ぜひぜひ、ご登録いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは本日は動画を見ていただきまして、皆さん誠にありがとうございました。